くん、消しゴム落ちてたよ。何はどうあれ、あぶれ者というのは話しかけてもらうだけでどことなく救われた気持ちになるものだ。カップルを見れば無条件で望む僕にしても珍しく幸せになっている。少なくともその日までは。当時の僕は過剰なまでの正義感を抱え、不条理がとにかく許せなかった。いい人が傷つくのは許せなかった。お前は男を何だと思っているんだ。そこからはよく覚えていない。覚えているのはとりあえずこいつを女が寄りつかない顔にしてやろうと思ったことだけ。ふざけんな。ここで手を引くなら京子には何もしないでやる。悪いけどこんなことでこけるわけにはいかねえのよ。お前に何か漏らせば京子はかわいそうなことになる。君が京子の好きな気持ちはよく伝わった。だけどいくら殴られても僕は彼女と別れたりしない。キモい、ユウくんかわいそう、ストーカーじゃん。死ねばいい。クズ、キモい、もう学校来ない。さすがに引く、まず謝る。やっちゃった。いや、おかしいじゃん。おかしいじゃんかよ。こいつは誰かが殴らなきゃダメなんだ。男は分かってくれるよな。こんなのはおかしいよな。おかしいのはあなたよ。あなたよ。石神。行ってこい。周りの視線など気にするな。やはり見立てに間違いはなさそうだ。荻野はお前を相当警戒していたよ。そりゃ反省文だけ出さず何ヶ月も期間から停学してるようなやつ、普通に怖すぎるしな。正しい正しくないを論じるつもりはない。もっとスマートなやり方があったのは事実だ。だが目的は達成している。頑張ったな、一緒に。お前はおかしくなんてない。する必要ねえぞ、石神。大丈夫？石神くん、いい人だ。平気っすよ。